山陽姫路東インターチェンジは、兵庫県姫路市にある山陽自動車道及び万端連絡道路のインターチェンジ。山陽道における姫路市街、姫路港への最寄りインターチェンジの一つである。山陽がつくのは、先行して存在する姫路バイパスの姫路東ランプと区別するためである。山陽姫路東インターチェンジ経由で山陽自動車道と、 万端連絡道路を相互に利用する場合、通行権が共通になっているため、ノンストップで乗り入れることができる。なお、山陽道は一般道から本 IC 経由でアクセス可能だが、万端道は山陽道とのみ接続し、一般道へは出入りできない。一般道から万端道を利用する場合は、近隣の花田インターチェンジ、ホーフランプを利用しなければならない。 山陽道岡山方面から神戸方面へ向かう場合は、このインターチェンジで降りて、万端道、姫路バイパス方面へ向かうと、三木ジャンクション経由より距離が短いが、交通量が極めて多い区間を通ることになる。山陽姫路東インターチェンジ山陽姫路西、インターチェンジの区間は、ほとんどが1キロを超えるトンネルが連続している。山陽姫路東インターチェンジ。 マイナス条件大トンネル、マスイヤマトンネル、小峰山トンネルから上、大野トンネル、三立トンネル、諸社山第一トンネル、諸社山第二、トンネル白鳥 PA、BS 山陽姫路西インターチェンジ。ありがとうございます。